ポミエは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ーキ県、ロワール県のコミューン。県中部にあり、サンテティエンヌから41キロメートル離れており、フォレ地方の平原にある。ポミエにおける人の定住の最古の痕跡は、青銅器時代に遡る。実際に、コミューンにおいてこの時代の墓が発掘されている。しかし、そこは、現在の存落の場所ではなかった。ガロローマ時代の村は、 トライアヌステージ代に遡る。この時代の遺跡は今でも見ることができる。軍隊の教会表、教会の主祭団、大理石製の石柱も教会で再利用されている。修道士たちが初めてポミエに定住したのは9世紀である。彼らベネディクト会派修道士たちが村に最初の教会であるサンジュリアン教会を建てた。この建物は現在住居として使われている。 10世紀、修道士たちは、クルニー修道院の改革に従い、クルニーの指導の下で繁栄した。彼らは、現在のポミエの教会、サン・ピエール・エ・サン・ポール教会を建てた。百年戦争中の14世紀から15世紀に変わる頃、村は、要塞と城壁に囲まれていた。村は、古い州の掘れに属していた。1789年、フランス革命と共に、 修道士たちは小修道院から追放され、建物は没収され、国有財産として売却された。様々なブルジョア階級の家系が建物の主人となって、建物をャ社ーに変えて暮らしていた。1946年、カトリックの在族献身者、マリー・テレーズ・ド・ロズモンは社ーを購入し、引退した司祭たちを迎える会を創設した。しかし1990年代には、 会はシャトーを維持する手段がなくなり、ロワール県議会に売却され、以降に修復が行われ、見学が可能になった。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、 2006年以降は NSEE ありがとうございます。